以前の動画で、まあ、新宿のね、ゴールデン街ってところのね、とあるお店でね、たまたま隣に座ったお兄さんから聞いた話っていうことで、まあ、香川県にある、軽病院っていうね、心霊スポット。まあ、もう今は更地になってるんですけど、そこに、まあ、行ってきた時に体験した話っていうのをちょっと動画でね、まあ、以前アップしたと思うんですけども、そのお兄さんから同じ時に、同じその軽病院の話をもう一個聞いてて、で、そのお兄さんが、そのバスケ部にね、所属してたんですけど、ある時ね、そのバスケ部の、まあ、メンバーでね、更衣室で着替えてる時に、一人の先輩が急にね、携帯持ってきて、おい、これ見てみろよって言って、もうちょっとドヤ顔って感じで、おいっつって言って、見てるよおいって言ってくるんですよ。お、急になんだろうと思って、なんすかなんすかつって言って見に来たら、その、まあ、当時ガラケーだったんですけど、ガラケーに、こう、写真がね、撮られてるんですよ、写メが。見てて、なんすかこれって言って、まあ本当にあの壁があって、なんかそのシミとかこうなんだろう崩れたりとかね剥がれたりとかしてるような壁なんですけど、汚い壁なんですけど、そこのなんか真ん中ら辺に黒いねシミみたいなのがついてるんですよ。大きい結構。これなんすかなんて言って、って言ったら、これさ、軽病院の一番奥の第三病棟の壁だよっつって、って言うから。そう、第三病棟ってもう行くだけで猛者だって言われるぐらい、もう第一病棟、第二病棟、第三だと、軽病の一番奥と、一番やばいところと、そこまで肝試しとかで行ったらすごいみたいに言われるところだったらしいんですよ。で、そこに行ってきたら、戦利品だみたいなこと言うんですよ、先輩が。マジっすか、すごいっすねっていう話になって。いやー、なんすか、怖くなかったんですかつって。いやー、全然怖くなったけど、とかって言って。ちょっとね、イキリアな先輩で、格好つけだったから、まあなんか、ちょっと鼻についたんですけど、まあまあ、おすげえなって、まあ本当にもう素直にすごいなって思ったらしいんですよ。そのとこまで行ってね、写真撮ってきて。これでもなんすかって言ったら、いや、なんか壁にシミがあってさ、つって。なんかそれ気持ち悪かったら撮ってきたわ、つって。って言ってるんですよ。へぇー、すごいっすねーなんて話して。で、それで、その日は終わったんですよ。それからまたね、数日後くらいに、こう、バーってまた、更衣室に、急に先輩がやってきて、おい、ちょっと見てみろ、これなんて、バーって言って、またベンチとか奥から、みんなにバーってバサーって集まってきて、なんすか、なんすか、なんてやって、なんすか、なんてやったら、前と同じ喋ったんですよ。で、壁が映ってて、なんかでもちょっとなんか違う気がするんですよね。あ、なんだろ、これって言って、思ってたら、その先輩がね、これさ、なんか大きくなってね、って言うんですよ。何がっすか？いや、黒いシミって言うんですよ。って言って。で、見ると、確かに、シミがね、ちょっと大きい気がするんですよ。前見た時より。あれ？と、確かにそうかも、とは思ったんですね。で、もうその後、なんかその先輩がね、しかもさ、このシミさ、なんかちょっと人っぽくね？って言うんですよ。って言って見たんだけど、確かに頭と、手と足みたいな感じで、まあ五体っていうのね、こういう感じになってるんですよ。あ、言われてみれば確かに人っぽいっすねって言ったけど、まあでもまあ前回見た時も、まあ若干人っぽかったし、なんかまあなんか、そういう感じのシミなんじゃないですかみたいな。で、なんか大きく感じるのも、なんか前見た時とかね、ちょっと何日か経ってるわけですから、まあなんか見間違いじゃないですけど、ちょっとそういう感じがしたぐらいじゃないのっていうふうにみんなちょっと思いつつも、まあ先輩ちょっと生きれだったし、なんか立てるために、なんか確かにちょっと大きくなってるように見えますね、なんて言って。まあ適当にごまかしてたらしいです。まあ別にそんなにでもないと思ったらしいですね、当時は。でもまあ、それからまたしばらく経って、そしたら今度ね、先輩がその携帯をね、持ってきたんですけど、もう様子おかしいんですよ。ブワーってやってきて、おい、やばいやばい、なんだこれ、おいつって、バーンって置くんですよ、携帯を。なんすかって話になって、みんなわーって集まって、やばいこれやばいこれって言ってるんですよ。指差しながら。何って言いながら、こうやって見たんですけど、その携帯電源ついてないんですよ。画面真っ暗で、先輩これ電源ついてないですよ。って言ったら、先輩が、って言うんですよ、ずっと。なんすかって言って、こうやってパーって見たら、電源ついてるんですよ。なんか3本立ってるし、マークついてるし、で、電池のマークついてるんですよ。3、2、1、3のね、刻まれてる電池容量のマークですよ。あれ？これついてますね。って言って、それでそのね、お兄さんがね、こうやって、ちょっと失礼します。つって言って、こうやって、パッて取ってね、見たんですよ。うわっ！ってなって。それ、
壁のシミが、あの真っ黒の壁のシミが、ブワーって全部広がってて、画面を覆い尽くすぐらいの大きさになってるんですよ。それしかも何回も言ってるわけじゃないですよ。写真、一枚撮った写真が、写真が何日か経つことに変化してるんです。それがうわーって真っ暗になってて、でもところどころね、その壁の跡みたいに見えるんですよ。壁があったとちょっとね、あのグレーみたいになってるところも若干あるんですよ。この濃さが違うっていうか。それ見て、うわーってなってみんなこうちょっと飛び乗りて、え、なんですかこれ、うわー気持ち悪いっつって、っつって、言ってたら、目の前で、そのガラケーの電池ね、あるじゃないですか。それが3、2、1って言って全部消えて、パッて言って、今度こそ本当の真っ暗になったんですよ。そしたら先輩が、あれ？おい、おい、なんだよ？おい、どうしたんだよ？おい。それっきり結局ね、その携帯、電池が、まあ、全くつかなくなっちゃって、で、携帯ショップに持ってたらしいんですけどね。もうでも買って、まだ1ヶ月とかだったらしいんですよ。本当に1ヶ月、2ヶ月ぐらいだったらしいんですけど、その携帯。そんなに持ち悪くないんですよ。普通ね。にもかかわらず、ああ、もうこれダメですね。って言われて、もう完全に故障してます。多分直せないですし、多分データの修復も無理です。データの移行も多分無理なんで、ちょっと申し訳ないですけど、諦めていただくしかないですね。って言われたらしいです。だからもう、証拠としてそのね、写真は残ってないんですけど、それはバスケ部員みんなが見てる目の前で、起こった出来事だそうです。